どうも、今回はエースバーンやっていきますか。で、技構成は久々にブレイズキックでいこうかな。あとは反対はフェイントでやっていきたいね。で、持ち物は力の鉢巻きにピントレンスからのエナジーアンプっていう攻撃力全振りのコースだね。で、中央レーン指導でやっていこうかな。で、フェイントはね、ニトロチャージとフェイントどっちでもいいんだけど、ぶっちゃけ。でもあれが好きなんだよね。フェイントのアップグレード効果の次に追加ダメージ与えた時に、追加ダメージとかじゃないか。次の攻撃に、あれなんだよね。回復効果とか乗ったりするんだよね。与えたダメージの 30% 分ぐらい回復かな。っていうのが乗ったりもするから、それ使ってなんかサンダー戦とかでね、結構粘り強く、継戦能力高めにいけたりするのが好きだから、それでやっていこうかな。あと単純に 0.5 秒間無敵になれるっていうね。それで、敵のユナイトとかを透かした時にあの気持ちよせよ。よくない?めちゃくちゃ。いいよね。スマブラのジャストガードみたいな。ジャストガードからの、通常のガーキャンつかみじゃ、反撃取れないところをしっかりとジャスがすることによって反撃取れるよみたいな感じでいけたら、結構最高くない?なんだあいつ。このビビってちょっと切らされたんだけど。うわぁ、これさ、あれがいるからさ、ちょっと取りにくいんだよね、魚フライがいるからさ。まあ、いいや。敵狙うわ、敵が来たら。来ないかな?来た。そう。フライゴン狙わんと。で、みんなで並んじゃうとさ、これちょっと引くで、撤退でいくね、撤退で。撤退でいくね、もう。ただちょっとここら辺の買っていこっか。ここら辺の買って、戻ろっかな。多分敵も中央レーンも S バだった気がするからね。それだよね、なかなかに。ヤドラン来てんな、これ。オッケー。取っといて、ワンチャン敵の S バが戻るの遅かったりしたら、相手の中央レーン荒らすのとかもありだけどさ。まあ、でも俺早く、あれしよう。いろいろ準備していこう。早く下レーンに、あれできるようにさ。ね、助けに行けるようにやっとこう。テキパキやっとくわ。あんまりにもね、戻りとか俺遅すぎたらさ、相手がさ、俺の中央レーンのご馳走荒らしに来たりもするからさ、結構不愉快なんだよな。あと、ブレイズキックは生存能力が高いからいいね、やっぱ。突き飛ばして生き残るっていうのができるっていうのが、結構いいね。で、こっからゼラオラ高い来るからさ、ちょ、気をつけなきゃいけないんだよね。はい、ブレイズキックからの、はい、いいね。いい手助け。まあ、ローキックはちょっと打てんかなって感じはあるけど、はい。待って、死ぬ。危ね。マジ危ね。いや、ナイス神秘でも無理。マジ危ない。これ戻っちゃダメだな。あれだわ。ちょ、集合かけよう、これ。マジで。はい。ナイス、いいね。じゃんじゃんってとこ、じゃんじゃん。ローキック打っちゃダメ。ローキック打ったら、確実にあれされるからさ、しんどくなっちゃうから。ね。で、フェイントで覚えてね。これでだいぶ、まあ、フェイント移動速度とか曲がったりするから、それでうまいことできればいいんだけどさ。敵が突っ込んできた瞬間にルカリオを倒したいね。フェイント使って、あぶね。はい、でしっかりとフレーズキック当てておいて、で魚フライゴンもやれそうだよね。魚フライゴン分からん、もう。でカメックスが暴れてるうちにしっかりとやりきりたいよね。でユナイト、もう即ユナイト、即ユナイトでもうしっかり刈り取る、いいね。でこれも買って40もやっていく、頼むぞ。もうふざけんな、おいルカリオ、お前そういうとこやぞな。いけるか、これ40。いけるか40。いけ。ナイス、いいね。で、スピードあるから、しっかりとフェイント使って。いいね、フェイントで迅速透かしておいて。痛い。マジで痛い。ナイス、神秘でも終わり。マジで痛い。一旦フェイントでね、透かしておいて、これちょっと下で集合してもらえないとやばそう。23か。やばそう。これちょっと下レーンに枚数が欲しい感じはあるよね、やっぱり。めちゃくちゃあるよね。いやー、ちょっと待って。きつい。いや、ナイス、いいね。ナイス。結構力かれんかったね、だいぶ。ナイス。やっぱ下レーン残すの超大事よ。次のかじり亀戦とかに備えてさ。めちゃくちゃ大事。まあ、ここまで来れば結構安心かなって感じはあるよね。あと今回13レベルもなれそうだね。いや、サンダー戦までには絶対13レベルになっておきたい感じは、やっぱあったりするんだよね。結構あるね、それは。
で、敵の中央レーンとかも荒らしていきたいけど、まあ、いいや。あ、いいね。上レーン割ってくれたの結構ありがたいよ。やっぱさ、タブンネが湧くっていうのがいいよね。やっぱりさ。まあ、ロトムのでも処理は、ちょっとしてあげたいなって感じはあるから。ロトムの処理してあげたいよね。危ねえ、ちょっとなんか来てた。最速で買ってさ、もう来ちゃうかな、これ。あと戻るわ、俺。エスバ戻れ戻れ、エスバその変なことしてないで、エスバ戻ってくる、頼むわ、マジで。ルカリ、ルカリどれぐらい持ってる ?2 連キルしてんだから、あいつ。やるな。いいね。よく耐えた、一人で。よう耐えたわ、一人で。はい。待って、ブレイズキック当たらなかった。なんか足遅そう。さあ、ブレイズキックでぶっ飛ばしといて。カリキやばいぞ。落ち着け。クロスチョップ、ナイス。クロスチョッピングか。なるほどね。であとは、こいつをしっかりとそうだな。先にユナイト吐いてさ、先にユナイト吐いておいてさ、まずフェイントでかわして。やべ、これフェイントでかわすべきだったな。ミスったね。はい。で、ブレイズキックぶち当てて。で、はい、いいね。で、もう一丁火力取って。あ、いいよ。あ、素晴らしい。はは。3連キル、3連キル。3連キル、3連キル。4連キル、4連キル。おい、逃げんな。逃げんな。ダメ、逃げる。逃げんな、ダメ。逃げちゃダメ、逃げちゃダメ。ダメ、ダメ、逃げちゃ。ダメ、ダメ、ダメ。ダメ。おい、逃げるな。ま、逃げんなよ。おい、逃げなければ俺、4連キルいけたんだって。あのクソ野郎。単純な悪口。単純な悪口だったけど、もう、そうだよ、もう、だって。俺の4連キル何してくれたの、あいつ。ねえ、まあ、下レーン割られたのもいいんだけどさ、どうせもうかじり紙とかやらんしね、もうね。ちょっと上レーンにあと集合でいろいろできたらいいかなって感じはあるよね。そしたら俺ブレイズフェイントか、フェイントからの回復効果でさ、モリ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 ってできるからさ、それで結構いいんだよね、なかなか。はい。でブレイズキック打ち当てて、なんか別のやつ当たったけど、いいや。さあどうしよっか。相手のエスバーなんかプラスパワーかなんか入ってるよね。ワノルカリを倒してえな。まあ、いいや。ナイス、いいね。はい。で、ぶち当てておいて。ナイス、いいね。取れたね。これフェイント使って、で、回復しる。これ回復しる。しるってなっちゃった。ま、潰しておきますと、一旦ね。ピカチュウユナイト溜まるかな、あれ。わかんないけど。どうだろう。伸びた魚フライゴン。わかんねえ。さあ、フェイントからの、で、おい、3連キルもう一丁。足遅え。足遅くなるやつすごい不愉快なんだけど。何あれ。これちょっとかじり紙に行っちゃわないように、もう中央レーン集合で。行こうぜ。これ全部上げるよ、それ。あー、でも味方もレベル高いからもういいや。いっか。14レベルでもあともう、中央でちゃんとしよう、俺。さあ、こっからだよね、やっぱりね。だいぶ俺、いい感じになってるよ。なってるよ。ルカリオいるな。なるほどね。さあ、ここからルカリオにしっかりとブレイズキック。まあ、初手ブレイズキック。で、新速かわす。で、ユナイトしっかりとぶち込む。それ、マジないです、それ。で、ブレイズキックぶち当てて。いいよ、悪くない。で、ルカリオはしっかりとこれ、しっかりと火力取っていく。カイリキーがユナイトかな。フェイント。いや、いいフェイント。で、ブレイズキック当てろ。やべ、うわ、最悪。最悪だ。マジナイスだけど。どうなるかな、これ。20秒聞かれないのマジでやばいんだよね。いや、殴ってきてるしな、もう。でも、ピカチュウが生き残ってっから、ワンチャンピカチュウが、ピカチュウ VS、エスバ、ちょっと割と、辛そうだよね。ま、これ巻き返せるか。巻き返せるかなって感じはあるんだけどさ、もう殴ってくるよね、そうだよね。相手のエスバが。急げ、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 急げ。まだあるぞ。結構崩されてんだよ、こっち。まずい！ナイス、いいね！くっそ、マジでやらかしたからね、本当に。やりかしちゃったからさ、こういうのはしっかりと。はい、完璧。いいかわし。ナイス3連キル。フェイント見た瞬間逃げてた。いや、マジナイス。いや、俺、カイリキーとさ、ちょっと打ち合うの、ミスったんだよね。ミスったんだよな。さあ、あとは任せて。カイリキーが来たらもう潰すわ、こいつ。マジで。おい、お前のせいで、しっかり、お前のせいで、いろいろね、星取らね、苦しい思いしちゃってんのよね。もうめんどくさい逃げすな、お前もう。すな。男らしくいけ。ずーっとに似合ってないムーブすな。ねえ。
背中の傷は剣士の恥。恥だわ。あ、魚フライゴン来てる。はい、かわす。いいよ。フェイントでかわして、カウンターで、ユナイトぶち込んで。あ、絶対強いるさん。どこ行った？どこ行ったこいつ？どこ行った？はい。絶対こいつ許さんからマジで。フェイント使って、かわす。いいね。これできるの、フェイントのいいとこよね。ああいうやつもしっかりと、かわしていけたりするってね。まぁ、ちょっとカイリキンとのタイマン負けちゃったのは心外だけど。ただ、カイリキンのユナイト中にフェイントでかわせたのは結構熱いよね、あれね。めっちゃ熱いよね。素直に、一旦手、引けばよかったね。そのまま打ち合うんじゃなくてさ、フレーズキックで押し返して、飛んで、そのまま自分ゴール逃げて回復して戦うっていうのでよかったね。よし。頑張っていきますか。今回も中央レーン死闘だね。で、間合い管理しっかりとやってね。やっぱエスバは、間合い管理だよな。間合い管理命なとこあるよね。逆に言えば、間合い管理さえちゃんとやってしまえばね、いけそうだよね。ただ今回硬いやつとかそんないなさそうだから、なんかこうね、割と動きにくいとかあったりするかもしれないけども。まあ、そこはもうブレイズキックで。ブレイズキックあればさ、ちょっと出しゃばったプレイとかもまあしやすかったりするしね。一応逃げスキルとして使えたりするからさ。てかなんか、めちゃくちゃモンハンライズやりたいんだよな。やれてないんだよね、まだ。なんかいろいろ動画作ってたりしたらさ、やる時間なくてやれてないんだけどさ。うわぁ！欲望が。欲望解放しよっからもう。まあ、モンハンライズを、睡眠時間を削ってモンハンライズをやるしかないと。多分そういうことだよね、きっとね。なるほど。なるほど。あいつ絶対潰す。やけどにさせる。相手の中央レーンが誰だ？わかんねえ。来るかわからんけど、ニーフィアはダメだなぁ。ハイパーボイスが、めちゃくちゃ痛いっていうのがあるからね。はい。で、ニーフィアに削れる。ニーフィアに。はい。はい。はい。引いて。やべ！メロメロボディだ。最悪すぎ。これもらっとこう。マジか。メロメロボディだったか。危な。メロメロボディで引き寄せられてさ、とんでもないことになりそうだった。相手の中央レーンもエスバだね。マジか。あ、いいね。上レーン倒してるね。あれ？これ下レーンに、下レーンの枚数足んなくなって終わりそうやぞ。大丈夫かな？いや、フーパー戻ったね。事件ホール型か、今回。間違って戻されないように気をつけなきゃいけないね。割と、フクリンとか使った時あったんだよね。ユナイト箱って思ったら、瞬間的に戻っちゃうみたいな。割とあったりしたんだよね。あれちょっともらうか。もらっていいかな、これ。横取りしたみたいになっちゃったけど。あとちょっとなんだよなぁ。ほんとあとちょっと。でも蜂とか湧きそうだからさ。転がるプクリンか、あいつは。いないかな。あーもう入ってきてんね。でも相手の S バ慣れてないな、あいつも。慣れてないからちょっと下レーンにさ、敵4人いる気がする。アマージョ上1人で、下に何人かでしょ。敵来てる気がするんだよね。なかなか。わ、取られた。相手なんかレベル低くない？なんか、相手の S バレベル低いぞ、なんか。ぷくりん倒したいけどさ。はい。やるそれ。うわ、スピーダー持ってんのがスピーダー。うわー、きつい。進化できんかったな。硬えな、マジで。すごい硬い。これ、カイリキーは多分上に残っちゃうと思うから、俺たちで何とかしなきゃいけないんだけどさ。いや、狩りに行く時間なさそうだよ、でもそれ。行きたいけどさ。敵5人いるよ、多分、でも。5人いる中でちょっと離脱すんのは、あ、いいね。アマージョが上行ってるから、4対4か。いいね。悪くない。悪くないかも。はい。で、ブレーズキかまして。ブレーズキかまして、スタン取って、いいね。悪くない。で、フェイント覚えて、こいつもしっかりとしばきます。叩きます、こいつも。味方の体力ないんだよな。大丈夫か、でも。2ダウン取って、枚数より作って、ちゃんとやれればいいか。ナイス、いいね。悪くないよ。あとは、スピード使って。届くかな？届いた！いいね！届け、俺の思い！ユナイト来るぞ、ユナイト。ユナイト来た。来た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 ！もうユナイト即破棄で。即破棄でも、いいね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 、はい、いいね。おっし！やれると思ったんだけどな。まあ、フェント、ブレーズキックでいいや。まあ、35叩き込んでおいて、
やっぱこれ即破棄することによってできるんだよね。これさ、ちょ好奇心で試していい？あ、越えられないんだ、ここは。ワンチャンさ、そこの壁越えれたら熱いなって思ったけど、さすがに強すぎるか。越えれたらやべえか。やばいか、越えれたら。何か悲しくて俺、エスバと一緒に、あれしなきゃいけない、戦わなきゃいけないの。これ、エスバがね、いるからね、はい。取られた。ユナイト入ってくるかな。いや、戻りたいんだけどさ、中央レーンで借りに行きたいんだけどさ、相手のエスバがさ、これ取ってきそうで怖いんだよな。クリーンもいるからさ、ちょ、動けない。これ決められたくない。40はちょっとあれかもしれんけど。エスバ上行ったね。エスバ上行って、で、フクリーンも多分来ないのかな。わかんないや。まあ、私らが来たからちょっと動いといて。まあ、ロータムはそんなになんかもう、あんまいらん感じあるよね、ぶっちゃけね。そんなに大事じゃない気もするよね。かじり亀とかやっぱり大事にしていきたいよね。まあ、割られてもいい気がする。ロトムが、ナイス。ロトムの処理に回らんくていいなら、だいぶ楽よ。めっちゃ楽よ。で、ウニラがレベルアップした方が良さそうだけど、できなさそうだね。足りてなさそう。で、やる怪力に仕留められそうだね、エスバ。どうなんだろう。わかんねえ。いやー、でも、ちょっと、落ち着いて。一旦ね、しっかりと、フェイント吐いといて、ちょっと外した。けど、まあ、火力出せるからいいや。このままさ、スピード使って。で、いや、これで、しっかりと。いいね。痛い痛い痛い！フェイント開け、フェイント開け。うわぁ！フェイント開けたけど。捕まった。いや、ナイスナイス、2連キル。ナイス。ただ、相手のこと壊滅させれてるね。あんま良くないユナイトになっちゃったか。いや、ナイス！いいね。クロスショップ怪力、いいね。素晴らしいよ。これでまあ、五分五分みたいなもんでしょ。ナイス！いいね。いや、俺ね、ユナイトからね、もうちょっと生き残らなきゃいけなかったんだけどさ、アマージョに捕まったんだよな。あ、来た。いいね。捕まえれっかな、あいつ。無理か。カリキ、ユナイト持ってたな、まさか。まさかの。はい。で、フェイント吐いて。いいよ。悪くない。ナイス、いいね。あと、ブレイズキックちょっと、なさそうだから。エスバにはちょっと前出てもらって。エスバに前出てもらうじゃないな。硬いやつに前出てもらって、いろいろ。やっていきたい感じはあったけど。ナイス回復。いいね。あと、ここで買って。おっと。あとは上レーン向かったりするか。ね。まあ、中央買ってから行くか。余ってるし。それで行こっか。10秒だし。怪力がそこ狩るかな。まあ、いいや。一旦、これだけ買って、これだけ買っといてさ。上ゴール割られてるから残ってないよね、俺たち多分。残ってないよね、きっと。これだけからして。13レベルになりたい、やっぱり。で、これだけ勝って向かおっか。アマージョが今、こいつ体力なさそうじゃない、あいつら。はい。で、いいね。ペイント使って。いいよ。悪くない。で、倒した。悪くない。あとは、ブレイズキックぶち当てたいな。どっかね。こいつか。こいつでブレイズキックぶち当てて。いいよ。悪くない。はい、いいね。はい、はい、いいね。硬すぎ。硬すぎるな、マジで。レベルアップしたいな、俺。やっとフェイントレベルアップした。いいね。あとはね、中央だね。まあ、一応、ユナイトを保持して、いけたからいいんだけどさ。ハイリッキーがユナイトなさそうだよね。いけるかな。13レベルになれたのも結構でかいな。こっから継戦能力、増し増してやっていけるしね。さあ、どうすっかな。軽く取っていきたいけど。でもレベル高いのいいな、みんな。まあ、なんか柔らかいやつを捕まえたりしたいよね。ナイス、ユナイト。ユナイトナイス。で、一旦さ、こいつに、幅飛びしといて、相手のシールドがなくなった瞬間狙って、これだよね、やっぱり。相手のシールドがなくなった瞬間狙っていく。で、ロンフェイント吐いて、アマージュからはしっかりと逃げていく。3連キル。いいね、気持ちいいな。あと一匹どっかにいる。マリルリは、カイキが追いかけてるから、これもしっかりとサンダーにしっかり蹴りかましてさ、走っていこうぜ。俺にはフェイントがあるからね。大体の不敵に真ん中に行ってもいいんじゃないの。行くか。決めれたそれ。行けた？行けてるね。いいね。一旦ね、相手のシールドの
なんだろう、ユナイお助けバリアかなんかわからんけど、フクリンのシールドもそうだけどね、そのシールドが切れてからを狙ってからのカウンターでユナイト入って、でエナジーアンプとね、ブレイズキックのね、あれを乗せてね、火力を乗せてね、壊滅させる。素晴らしいよ。いいね。今日冴えてね、俺結構。結構なかなかいいムーブがね、できてるんじゃないかなって思うんだよね。なかなかいい感じに。でもなんか下レーン、下レーンが残ってる時に次のかじり亀戦にまでさ、守るとかもちゃん、やったらすごい硬い立ち回りができるんだろうけど、でもなんかキルしたいなってちょっと思い始めたんだよね。もう下レーン、割られてもいいかなって。2回目のかじり亀戦までに、次上レーンちゃんと、ロトム戦の集団戦で、もうなんかキルがしたくなってるんだよね、俺は。とにかく今日はキルがしたいっていう、そういう気分なんだよね、やっぱりさ。ありだね。ありだね。上壊滅しちゃったね。まあ、上レーンはそんなに大事でもないからね。全然ね、巻き返し効くんだけど。ただ、あんまり死にすぎると敵が育ちすぎてしんどくなっちゃうよね、結構ね。それは、これかもしれんね。はい。はい。で、はい。ぶっ潰せ。ぶちのめせ、マジで。はい。いいね。絶対逃がすね、これ。これ逃がすね。絶対逃がしちゃダメ。ナイス、いいね。餌にしよう、私の。糧にしよう。血と肉にしよう。カイリュー来るかな？あ、カイリュー来ない。カイリュー来た。カイリューにフォーカスさせたいんだよ、できれば。俺。痛いね、やっぱルカリオ。めっちゃ痛い。めっちゃ痛い。レベル俺のが高いとはいえ、いや、これね、いや。相手が中央入ってきたらめんどくせえから。一旦ね。こう買ってからの方が、良さそうな気がするよね。そんな感じはあるから。一旦狩るか。7レベルになれそうだもんね。結構経験値増えたよね、俺ね。あと、敵がさ、敵倒せてるから、上がれそうだよね。そうだね。全然、レベルアップいけるわ。悪くないね。よし！ブレイズキック覚えて。この段階でブレイズキック覚えるのいいな。てか、ルカリオキラーと貸してんだけど。やばすぎる、こいつら。やべえな、こいつら。はい。ブレイズキックかませ。はい、いいね。ブレイズキックかまして、いいね。悪くない。いいよ。あとは、カイリュウに対してブレイズキックかますわ。で、はい。で、フェイント覚えて、あとはフーパーだよ、フーパー。フェイントからのしっかりと火力と、火力出していく。いいね。ナイス、読み投げ。素晴らしい。いいね。いいね。あと、下レーンに来てもらうか。ありだね。ありだね。一旦さ、戻るか。俺、木の実食う意味なかったな、あんまり。いや、8戦、待って、ミスったわ。あ、湧いたから狩らなきゃ、みたいな感じで。8戦ね、ちゃんとね、やればよかった。できたわ、全然8戦。意外と覚えたかったけど、ナイス、いいね。狩られちゃったな。ただ、時間の問題だな、と思う。いや。これ固めて、9レベルになれればいいからさ。カイリュウ潰さんとな、言ったんな。一旦潰さんと、カイリュウ。いないと溜まったし、俺。溜まったしね、いないと。でも吐くか。一旦吐いといてさ。吐いておいて、で、フーパーをしっかりとうわ、これめんどくせえ。だるいな、あれ。なかなかに。これ、俺の責任だ、取られたの。フーパーをさ、まずい。まずい、まずい、まずい、まずい。まずい。やらかした、これ。これはやってるわ。これはやらかした、俺。やらかしたな。そっか、フーパー逃げれるもんな。なんかね、ラストヒットでいない、ラストヒットのためにユナイトを持っとくとかが良かったかもしれんね、もしかしたら。そっちの方が良かったかも。まあいいや。やらかしたことはもう、しゃあねえからさ。こっから連続キルで取り戻す的なね、感じでいければいいんじゃねえかな。まあ、カイリュウだったら1対1勝てるかもしれないです、全然。全然勝てそうだしね、海流だったら。フェイントで足早くしといて。ナイス。足遅くなるのかな、あいつ。ナイス、いいね。ルカリオはダメだね。ルカリオダメだ。新速マジで食らっちゃう。新速だけは。あいつ黒パンか。ナイス、いいね。いいね。で、カビゴンは、ブレイズキックでしっかりと仕留めて。あいつが、ああしてんだろう、16叩き込む。少しでもなんか無理やり決めれたら熱いしね。熱いし。はい。で、
割ったしね。で、カイリュウがこっちにヘイト向けてないから、カイリュウに向かってもみんなで殴り散らかす。やばすぎ。やばすぎるね、これね。やばすぎ。俺戻って処理るわ。あー、やばい。大丈夫か。ロトムの足って結構なんか前速くなるアップデートがあったよね。なんかあったよね。でも2回来たってかなってるね。あー、これダメだ。反対側に、ブリーズキック反対側に打たないとこっちに引き寄せちゃうわ。まずいね。やらかしかけたわ、今。やらかしかけた。ちょっと下レーンに集合していきたいね。できれば。11レベルになってっから、結構レベルは、十分よ。十分十分。でね、破壊光線、まず、カイリュウを落としに行かなきゃいけないんだけど、やることが結構あるから、まあ、焦って殴ったりせずに、まず、カイリュウを落としに行くっていうのをやっておくのがいい気がするよね、やっぱり。はい。で、潰しておいてさ。はい。で、危ね。なんか、いるくね？あれ？怪力は怪力。向こうか。ナイス。フーパー狩りナイス。来た。多分来る。全然来なかった。全然来なかったわ。やっぱ強えな、ラストヒットが。なんか、あれだね。噛み合ってなかったね、でも俺たちね。結構、最初集団戦じゃなくて、殴る人と集団戦やる人ってなんか分かれちゃってるから。まあ、サンダー戦のそこら辺はね、価値観をすり合わせていければ、いいんじゃないかな。これ最初にね、なんだろうね。なんて言うんだっけ。運ゲーラッシュか。運ゲーラッシュはね、相手に海竜がいる以上、ちょっと、なんかね、ちゃんと警戒しとかないと、まずい気がするしね。なかなかに。まあ、13レベル目指して、行こうか。あそこ入りたかったけど、まあ、行った方がいいよね、きっと。どうせ慣れるだろうし。なってからでもありだったか。いやもう、ありか。ありかも、こう、運ゲーラッシュして。いや、でも、カビゴンだな、カビゴン。狙うとしたらカビゴン狙って。はい。フレーズキック打って。いや、悪くない。で、はい。ナイス。ナイス、取り切り。いいね。待って、ルカリオかなんかいるくね、これ。お前か。はい、はい、はい。いいね。はい、はい、いいね。よし。悪くないよ。で、削り入れて、で、ブレイズキック打ち込んで、すごい、すごい、何これ、マジで。惜しいんだよな、あとちょっとなんだよね。ブレイズキック打ち込め。いや、悪くない。で、危ね。ナイス、いいね。よし！回収したいな。できればこれ、すべて。すべて回収して、帰ろうか。飛んでくる前にさ。結構でかいもんな、これ。残っとくの。50決めて、次のサンダー戦かなんかで、100近くなるのでかいもんね。あとはもう、いいね。みんなでちゃんとレベル上げに徹してる。一人でかしり亀とか突っ込まずに。でかいよ、これ。で、エナジーを。いいよ、食べて。いいよ、それ、あげるよ。ワンチャン13レベルに途中になったらでかいかもしれんし。で、ここで50。50まで回復したのいいね。さあ、今回、硬いやつがマンムーだからな。マンムー。意識して、やっぱやっていきたい感じあるよね。これ、カイリュウに下来てもらいたいよね、できればね。カイリュウじゃない、カイリキか。カイリキが行っちゃいそうなように。こんな気がする。スピード入ってて、ここでいないといいかな、やっぱり。はい、完璧。ナイスいいね。落ち着けよ。まあ落ち着けよ。来るぞ、来るぞ、来るぞ。で、破壊光線。かわす。いいね。破壊光線かわしたの見た、今の。最高すぎん今の。来た、ブレーズキックで。これ、多分仕留める。うわっミスってさ、間違えちゃった。うわやばい、やらかしてる。やらかしてる、やらかしてる。やらかしたわ。かっこよく破壊光線避けれてれば、怪力のパンチなんて食らわずに済んだのに。これはもうラストヒット頑張ってもらうしかねえな。これさ、ナイス！いいねいい。素晴らしい。頑張った。怪竜しばくの大事よね。フェイントで破壊光線一回だけ避けれたけど、マジ気持ちよくない？その後にしかもかわした後にさ、フェイントの追加効果で俺回復しながら追い打ちできるんだよ。めっちゃよくない？まあ、カイリキーにやられちゃったから、俺カイリキーとカイリューの名前がごっちゃになったよ。自分でカオスなことになってんだよね。びっくりだね。いやー、ナイス。やっぱフェイントいいわ。